ようこそ。ピアニストの平田真紀子です。今日は、技術的に困難なところをどういうふうに楽しく練習できるかっていうことをやってみたいと思います。私が今見ているのは、ベートーベンのディアベリ変奏曲の、6番と7番今日は6番をやってみましょうか。これは、16分音符もあるんですけど、まずトリルをきれいに入れるのが難しい。でも、これを音楽の一部で、もちろん音楽の一部なんですけど、そのただ単にトリルをうまくやろうってやってしまうとうまくいかない。これを音楽的に形作る、この全部正確に一定に弾こうっていくんじゃなくて、やんじゃなくて勢いつける、そしてイメージがあると、すごくいい。私はこの曲はなんかこう宮廷の舞踏会で、なんかもうみんなが滑稽なぐらいこう大げさで、なんかすごい表面的な感じ、それをベートーベンが笑ってる感じ、でそれからトリル弾いてるんですけど、始めと終わりは気にするんですけど、このこの左手が弾いている時も右手の16分音符ドドドドを歌うことに気を取られている。難しいことを片方の手に当てる時に、概してもう一方の手を音楽的にすることに集中した方が、この技術的に難しいところがうまくいく場合が多いです。そうですね。それから練習法ですけど、もちろんこの両手で同じことをちょっと臨床みたくやってるので、やるのは理にかなってる。そして左手の方がまず、これ 1,2 でどうしてもでトリルしなきゃいけないのでハンディ、それからこの前のビデオでも言ったんですけど、低音の方が鍵盤が重いので、それもまたハンデになってます。それを右手がお手本を見せてあげることで、左手もできるようになる。あとそれからこれは速くないですね。でこのでうわーってこう力を入れてしまうとなんか詰まってしまうんだけども、なんか踊り踊ってるみたくうんってやると力が抜けて、あとそれから息を忘れない、このトリルが難しい。そしてしかもクレッシェンドでどんどん音量が大きくなってくるとどんどん難しくなるんですけど、ここも息とそれからその手の踊りを、あとあくまで音楽的に弾くことで乗り切ります。何よりも大事なのはやっぱり楽しく弾くこと楽しく練習すること。そのためにはテクニックは音楽のためにあるもので、音楽がテクニックのためにあるものじゃないっていうことをすごく理解しなければいけない。練習してるとテクニックって練習してるとやっぱり苦しくなってしまうので、あくまで音楽のためだということを忘れなければ楽しくできると思います。いかがだったでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いします。質問とかリクエストとか何でもコメント、ありがたいので残してみてください。それではまた次の時に。